こんにちは、市役所です。前半は民生委員児童委員の活動について、東近江市民生委員児童委員協議会副会長の谷村さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、民生委員児童委員はどういった活動をされているんでしょうか。はい、民生委員児童委員は地域の子育て世帯、高齢者や障害のある人、生活に困っておられる人などから生活上の相談を受け、助言や関係機関への橋渡し、福祉サービスの情報を提供しております。はい、その他に地域の皆様の福祉を入手把握し、支援が必要な人から相談を備えて福祉サービスの情報収集をしております。なるほど。さまざまな相談に乗って助言をされて、そして必要な機関へとつなぐパイプの役割をされているということなんですね。わかりました。ところで、民生委員と児童委員はそれぞれ別の方がされているんでしょうか。はい、民生委員は児童委員を兼務することが児童福祉法で定めており、同じ秘書がしています。はい、ただし民生委員児童委員の中には児童福祉を専門的に担当している主任児童委員がいます。うん、東近江市では現在290人が民生委員児童委員として活動しております。そのうち28人が主任児童委員です。なるほど。主任児童委員は学校や市役所など関係機関と連携して子どもと子育てをする家庭を支援する取り組みをしております。なるほど、わかりました。では谷村さんが普段の活動の中で心がけていることを教えてください。はい、私の活動は一人暮らしの高齢者を訪問して、お話を伺ったり、地域のふれあいサロンに参加し、地域の中で孤立されている人がおられないか気にかけております。はい、また子どもたちの登下校のスクールガードとして見守り、顔を覚えてもらうことが気軽に声をかけて会える関係を作るようにしております。なるほど。はい、その他に初めまして赤ちゃん、ニコニコ訪問やママさんのおしゃべり会などを開催をするなど、地域のすべての世代の皆さんにつながるよう心がけております。はい、同じ住民目線で関係機関をつなげることにできればと考えております。うん、昨年は新型コロナの関係で活動ができない時期もありましたが、はい、現在はコロナ対策を十分行った上でできる限り活動をしております。はい、地域の人からいつもありがとうと声をかけていただくことが私たちとって大きな励みになっております。うん、たくさんのやりがいもあると思いますが、一方で大変なことや課題もあるんですよね。はい、民生委員児童委員は皆様から相談を受けるためにいろんな研修を受け、関係機関と連携をすることで解決につながっております。それでも解決に至らないことはたびたびありますが、話を聞かせてもらい一緒に悩みを考えることで少しでも気が楽になってもらえるように思っております。なるほど。では最後に一言お願いします。はい、民生委員児童委員は支え合う住みよい社会、地域からをスローガンに活動しております。困っていることがあれば、まず地域の民生委員児童委員、主任児童委員に相談していただき、一緒に良い方法を考えましょう。同じ住民の立場である民生委員児童委員さんなら話しやすいという場合もあると思います。抱え込まずにぜひ相談なさってください。今後も健康に気をつけてご活躍くださいね。谷村さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。